グラーフチェッペ臨急航空母艦とは、英独海軍協定がドイツとイギリスの間に結ばれた後、再軍備計画である Z 計画の一環として、1930年代半ばに、エイリヒレーダー海軍減水により建造が計画されたドイツ海軍の4隻の航空母艦である。実際に寄港したのは2隻であったが、そのどちらも完成することはなかった。ドイツ海軍は、 日本の空母設計を研究した後に本計画を立案していた。それでもなおドイツの造船技術者たちは、こうした感染の建造経験の不足、北海における空母運用の実際状況、この感染の作戦目標が全体的に明快さを欠いたことによって困難に直面した。この不明確さは、例えば本級が巡洋艦並みの手法を装備したことにも現れた。 この手法は通称破壊とイギリス巡洋艦に対する防御を想定したものだったがアメリカと日本の空母設計ではこうした手法は除去されていた。両国の空母は機動部隊において運用するという方針に沿って設計されており他の巡洋艦から護衛されるため空母固有の重武装は不要で艦載機の離着艦を混乱なく継続することができた。ドイツ海軍と ドイツ空軍間の政治的な内憤、またドイツ海軍自体にも交艦たちの中で論争があったこと、さらにアドルフ・ヒトラーの興味が薄れたこと、これらが航空母艦建造の足かせとなった。労働者や資材の不足によってさらに建造が遅延し、1939年にレーダーは空母の建造数を4隻から2隻へと減らした。それでもまだドイツ空軍では 空母運用のための最初の部隊となる操縦士たちの訓練を行っており、航空作戦を準備していた。第二次世界大戦の勃発に伴い、優先順位は、有望と建造へと移行した。このため、空母 A、空母 B と呼ばれていた、建造中の艦のうち、空母 B が造船台から解体された。一方、空母 A、クラーフツェッペリンと命名された空母は、 差し当たりけ、この空母のために予定された飛行部隊はこの時に解体となった。タラント空襲における航空機の役割、ドイツ戦艦、ビスマルクの追撃戦、真珠湾攻撃とミッドウェイ海戦は現代の海上戦における航空母艦の決定的な有用性を示した。ヒトラーの許可により残された空母の上で建造作業が再開された。 進展は再び遅延したが、今度は空母で用いるために特に設計された新型航空機が必要だったこと、戦時情勢を考慮してこの艦を近代化する必要があったことによる。ドイツ海軍水上部隊の能力に対してヒトラーは厳滅し、これにより建造作業は最終的な停止に至った。この艦は戦争終了後にソビエト連邦によって接収され、 1947年に標的艦として沈められた。浸水するグラーフ・ェッペリン。1938年12月8日。1933年以後、ドイツ海軍は航空母艦建造の可能性を調査し始めた。ビルヘルム・ハーデラーは、ベルリン工科大学で艦艇造船教授の助手を9年間務めており、1934年4月、彼は、 航空母艦の設計準備を計画するよう任命された。ハーデラーの最初の設計は、関西機を50機搭載できる22000トンの艦で35ノットで構想した。英独海軍協定が1935年6月18日に結ばれ、ドイツは総配水量38,500トンまでの航空母艦を建造できることになったとはいえ、ドイツの軍備は、 どのような軍艦のカテゴリーであれ、イギリスの総トン数の35%に制限された。その後、ドイツ海軍は35%の制限範囲内で2隻の船が建造できるよう、ハーデラーの設計を19,560トンに縮小することを決定した。設計スタッフたちは、新しい空母は水上の戦闘部隊に対して、自らを防衛できる必要があると決めており、 これには、重巡洋艦並みの装甲防御が必要だった。駆逐艦から艦を防衛するためには、16門の15センチメートル砲からなる砲座があれば十分であると判断された。1935年、アドルフ・ヒトラーはドイツが自国海軍の強化のために航空母艦を建造するであろうことを公表した。ドイツ空軍士官1名、海軍士官1名、 さらに一名の造船技術者が飛行乾板の設備の青写真を取得するため1935年の秋に日本を訪問し、さらに航空母艦赤着を視察した。ドイツはまたイギリスの空母フューリアスの調査を試みたが成功しなかった。グラーフツェッペリンの流骨は1936年12月28日に造船台に置かれた。 この造船台には最近まで戦艦グナイゼナウが据えられていた。艦の建造はキールに所在するドイチェベルケの造船所が行った。2年後、海軍元帥エイリヒレーダーは、Z 計画と呼ばれる野心的な艦船建造計画を公表した。この計画では、北海においてイギリス海軍に挑戦できる地点までドイツ海軍を増強するものとしていた。Z 計画のもと、 海軍は1945年までに妥当な兵力の一部として4隻の空母を保有するものとされた。この計画では、グラーフ・チェッペ・臨急艦船のペアが最初の2隻となっていた。1939年3月1日、ヒトラーはこの建造計画を承認した。1938年、第2の航空母艦が暫定的な名称である B として発注され、 キールにあるゲルマニアベルフトの造船所に置かれた。グラーフ・ツェッペリンは1938年12月8日に浸水した。艦の名称は公式飛行船を実用化したフェルディナント・フォーム・ツェッペリン伯爵に由来する。グラーフ・ツェッペリン級の船体は19の水密区画に分割されており、ドイツ海軍では主要艦船のすべてにおいて標準的な構造だった。 この艦の装甲体は、機関部と後部弾薬庫の区画で1 0 0、mm、トルであるものが、全部弾薬庫では6 0ト、mm、ルへと変化していき、さらに艦首では3 0ト、mm、ルまで徐々に減らされた。後部装甲は、操甲機構を防護するために8 0ト、mm、ルを保っていた。艦内の主な装甲体は2 0ト、mm、ル厚の魚雷防御隔壁だった。ヒールでのグラーフツェッペリン。 1940年6月、新しく作り直された艦渉が示されている。この写真は機密とされた。水平防御装甲は航空爆弾と砲弾の着弾に対するもので飛行艦板から装備されており、これは主装甲艦班としても働いた。エレベーターシャフト周辺や通風塔などといったエリア以外の装甲は通常 20mm 厚とされていた。 エレベーターでは必要な構造強度を与えるために厚みが4 0ト、mm、ルに増強され、また重要な通風塔にはより良好な破片防御が施された。下部格納庫の下に装甲化された主幹板があった。この装甲圧は弾薬庫では6 0ト、mm、ルであるものが、機関部では4 0ト、mm、ルへと変動した。外面に沿ってこの装甲は45度の傾斜を作り、 喫水線部分の下部装甲体と結合された。当初グラーフツェッペリンの全長と全幅の比率は9.261であり、この結果、管は細長いシルエットとなった。しかし1942年5月、当時の設計変更から蓄積された上部の重量によって、グラーフツェッペリンの船体の両側面には大きなバルジの追加が必要となり、比率は8.33。 一に減少した。また艦に1942年以前に設計された空母としては最も幅広な全幅を与えた。こうしたバルジは主としてグラーフツェッペリンの安定性を改善するのに役立った。またこれらは艦にある程度の耐水雷防御を与え、さらに選定された区画が約1500トンの余分の燃料油を貯められるよう設計されていたことから、 艦の作戦行動範囲を増強した。グラーフ・ツェッペリンの直気選手は1940年初期に作り直され、より鋭角化したアトランティックバウを追加しており、全体的なしのげなみ性の改善を意図していた。これにより、艦の全長が5.2メートル増した。グラーフ・ツェッペリン級の機関は、アドミラルヒッパー90巡洋艦に用いられたものと、 同様のラモント高圧ボイラー16機で構成された。この機関の4組のギアードタービンは4本の推進軸と連結して20万 SHP を発揮し、この空母を最大35ノットで構想させるものと予期された。1942年にバルジが追加される以前から燃料油の最大貯蔵容量は5000トンとなっており、 グラーフツェッペリン級の行動半径は19ノットで 15,400km と算出された。ただし類似の機関を装備する艦船の戦時の経験によれば、こうした算定はかなり不正確であることが示されており、実際の作戦行動範囲はより相当に小さくなる傾向があった。艦の中央線に沿い、艦首全部に2機のホイトシュナイダープロペラが装備された。 これらは、港湾内で艦を停泊させる、際の補助を意図しており、ま、このような場所では、空母の高い還元と、速度8ノット以下での運動の困難さから、突風が、運河の岸へと艦を押しやる、可能性があった。緊急時、これらの装置は12ノット以下の速度で艦の操打に、用いられた。また、もし艦の手記が、操作不能となった場合、穏やかな海域では4ノットの速度で艦を、 推進させることができた。不使用時、これらの装置は垂直のシャフトに格納され、防水カバーによって保護された。クラーフツェッペリンの飛行甲板は、構成で、木の厚板で被覆され、242メートルの長さと、最大30メートルの幅があった。完備のすぐ近くではわずかに丸みを帯びて下がり、主要な上部構造物に覆いかぶさっていた。飛行乾板は、構成の桁材で、 指示されていた。空母の監首部分は解放された選首楼になっており、また飛行甲板の前端部分は不揃いだった。これは主にカタパルト機場の集団が突出していたためだった。ただ、おそらくこれが不当に空気の乱流を起こしたとは推測されていない。模型を用いた注意深い風洞を実験による研究がそれを証明していたが、しかしまた主権者たちは、 こうしたテストにおいて、艦が左舷側に横滑りを起こしたとき、長くて低い環境構造が飛行甲板を通過する下流を生み出すことも明らかにした。これは航空作戦の実施時には受容できる危険であると考えられた。格納庫、グラーフツェッペリン級の上部及び下部格納庫は、非走行の側面と終端によって長く、また狭いものだった。作業は、保管所。 および上院の4分の1が格納庫の外側に配置され、イギリス空母と同様の設計上の特色となっていた。上部格納庫は長さ185メートル、幅18メートルの寸法で作られ、下部格納庫は長さ172メートル、幅16メートルだった。上部格納庫の高さの余裕が6メートルである一方、天井の支柱によって、下部格納庫は0.3メートルほど、 頭上の空間が小さかった。使用できる格納空間の総面積は5450平方メートルで航空機41機が中期できた。18機のフィーゼラーファイ167攻撃機が下部格納庫に置かれた。13機のユンカース1 8 7 c 級降下爆撃機、そして10機のメッサーシュミット BF109T 戦闘機が上部格納庫に置かれた。 エレベーター上部からの撮影。左端が監首八角形のエレベーターを三機装備。グラーフ・チェッペリン級は電気で作動するエレベーターを三機装備し、その位置は飛行艦板の中央線上に沿っていた。一機は監首に近く、環境の前端と並んで排され、もう一機は艦の中央部、最後の一機は艦尾に置かれた。これらは八角形をしており、 寸法は13メートル X14 メートルで最大5.5トンまでの航空機を乾板の間から間へと昇降できるよう設計されていた。カタパルト飛行機の発艦補助用としてドイチェベルケ製の圧縮空気作動、伸縮式カタパルトが2機、飛行乾板の前端部分に内蔵された。これらは全長23メートルで重量2500キログラムの戦闘機を 約時速1 4 0トルまで、また重量5 0 0 0ラムの爆撃機を時速1 3 0トルまで加速するよう設計されていた。機上の20セットがカタパルトの後方から全部中央エレベーターまで通じていた。格納庫内ではクレーンにより関西機が折りたたみ可能な発艦用トロリーの上に釣られた。この方式は アメリカ海軍のエセックス級航空母艦でも提案されていたものの時間がかかりすぎるとして却下された。それからこの艦載機トトロリーの複合体はエレベーター上を飛行甲板まで運ばれレールに沿ってカタパルトの支点まで転がされた。カタパルトが作動した時圧縮空気の分流はカタパルト機上校内部の稼働するスライドウェイを前方へ推進させる。 各カタパルトの関載機が発艦した後、発艦用トロリーは、スライドウェイの終端まで達するが、牽引用連結ケーブルが解除されるまでその場所で、固定されたままとなる。一度スライドウェイが、カタパルト機上庫を引き戻され、牽引用ケーブルがフックを外れると、発艦用トロリーは、手動で回収プラットフォーム上へ前進し、B デッキ上で、選手廊甲板に下げられ、 それから機場への第2回目のセットを行って再使用するため上部格納庫へと戻された。使用しない場合悪天候から守るためにカタパルト機場には圧縁金属板製の覆いがかけられた。理論上はカタパルトの基礎機が空になる前に30秒に1機の率で18機の艦載機を発艦させることができた。それから基礎機を充填するために50分を要した。 圧縮空気を蓄えた2機の大型シリンダーは、2つのカタパルト機場の間にある隔離された空間に配置された。この空間は飛行艦班よりは下であるものの、走行された主艦班よりは上部にあった。こうした機器の配置決定は、戦闘で損傷を受ける潜在的な危険性に対して軽い防御を与えるものでしかなかった。また発艦作業中、 空気地区機の圧縮空気を解放する際の温度低下によって空気シリンダーの配管と制御設備が氷結するのを防ぐため、隔離区画内が電気によって摂氏20度まで加熱された。当初からグラーフ・チェッペリンの全艦載域はカタパルト発進の常用を意図していた。自力での発艦は緊急時やカタパルトが戦闘で損傷し、もしくは 機械の故障により操作できない際に行われた。この方針が厳守されたか、または後に飛行試験や実践経験を元として回収されたかには疑問が付される。特に基地区機の容量が限られること、また発艦の間に不可欠となる充点時間が長いことが挙げられる。しかしこうしたシステムの一つの利点として、グランフツェッペリンは艦を風に向けて航行させる、必要がなく、 また風が弱すぎて重たい関西域に十分な揚力を与えられない状況下でも気を発艦できた。さらにこの艦は関西域の発艦と着艦を同時に実施できた。迅速なカタパルト発艦を容易にし、また時間のかかるエンジンの暖気運転の必要性を除くため、格納庫の甲板上では最大発揮までの関西域が蒸気予熱機を用いて、 空母からの発艦体制を維持することができた。これらは関西機のエンジンを摂氏70度の運転温度に維持できた。これに加えエンジンオイルは専用の貯輸送で予熱され、それから発艦前の短時間のうちに手動ポンプにより関西機のエンジンに入れられた。ひとたび関西機がエレベーターで飛行甲板まで上がった時、必要があれば、 飛行甲板状のソケット部にコンセントをつなぐ、電気予熱器を用いて、木の油温を維持できた。このようにして、これらのエンジンをすでに通常の動作温度、またはその近辺に調整しておくことで、艦載機を即時カタパルと発進させることができた。制動装置4機の制動作が、飛行甲板の終端から線尾寄りに置かれ、 他にもう2機の緊急用ワイヤーが中央エレベーターの前後に設けられた。当初の設計図では全部エレベーターの前後に制動柵4機のさらなる追加を示しており、可能な限り監視を超えようとする艦載機の回収を意図していたが、おそらく艦の最終状態からはこれらが除去された。夜間着陸の補助のため、制動柵はネオン照明によって輝かせることとなっていた。 車風柵前後4メートルで、スリットの開かれた構成車風柵が2機、中央エレベーターと全部エレベーターの前後に内蔵された。これらは装置の後方約40メートルにわたり、飛行乾板上の風速を減らすよう設計されていた。使用されない場合、これらの装置の上を艦載機が通過できるよう、乾板に着くまで倒して低めることができた。 環境グランフツエペリンの右辺の環境には、四季及び広報環境と改図室が収容された。また環境は三機の単小灯、ドームがついて、自動安定化された四機の下機管制法違反、さらに大型の垂直煙突のプラットフォームとしても、機能した。環境の重量を補うため、飛行艦板と格納庫が、長軸に対し左限側へ0.5メートルずらされた。 1942年には、竹の高い戦闘機式と、航空探知用、レーダーアンテナ、そして煙突のためのワン、校舎は装甲化された戦闘機式室から梅煙と排気流を遠ざけようと意図したものである。シュパイアー技術博物館に展示される、完成状態、並装の配置が示されている。グラーフ・チェッペリンは、対空防御と対艦防御のために各、後者角、 低射角度に分けられた火砲で武装することとされた。当時の主な海軍の多くは両方の目的に使える対空兵器へと切り替わっており、また水上の脅威から自軍の空母を守るには護衛艦に頼っていた。この艦の主な対艦兵装は16門の15センチメートル砲を8個の装甲化された砲角にペアで収容するものだった。これらは2機ずつが 空母の上部格納庫の四隅に据えられたが、この配置は、ことに、全部方角が荒れた海の波浪で現れることになる、可能性を高めた。主任技術者ハーデラーの元来の計画では、こうした兵器はただ8機のみ空母に乗せるというもので、単装砲を4機ずつ両側面に据えた。しかしながら海軍兵器局は、彼の提案を誤解し、スペースの節約のために、これらを連想とした上、 訪問数を2倍の16問に変えた。この結果、弾薬庫を増強し、また、これを運用するためには、電動操作によるホイスト設備がさらに必要になった。あとのグランフツェッペリンの建造では、これらの方を除去して10.5センチメートル方に乾燥し、飛行甲板直下のスポンソンに搭載するという、いくつかの考えが挙げられた。しかしこうした変更に応えるために必要な、 構造修正は、艦の設計に大きな変更を要求して困難であり、時間がかかりすぎると判断され、問題は棚上げされた。主な対空防御は12門の10.5センチメートル砲であり、6機の砲塔にペアで搭載された。これらのうち3機は空母の環境前方に配置され、また3機は後方に配された。これらの方が左舷側に発砲した際は爆風で、 飛行甲板上に中期した艦載機に損傷を及ぼす可能性があり、これは避けられない危険だった。また放戦中には、どのような飛行作業でも制限を受けることとなった。グラーフツェッペ臨ン航空母艦の第二の対空兵装は、飛行甲板の端に沿ってスポンソンを設け、この上に据えられた11機の3.7センチメートル SKC30 連装砲で構成された。 4機は右舷側に、6機が左舷側、そして1機が戦車楼に装備された。それに加え、7丁の 20mmMGC30 機関銃が単装形式の基部に収容され、空母の両端に配置された。4丁は左舷側、3丁は右舷側である。これらの機関銃は後に4連装装備へと、 変更された。1937年、グラーフツェッペリンからの発艦が翌年末に予定され、バルト海沿岸のトラーフェミウンデに置かれたドイツ空軍の実験的な試験用設備では、試作された空母艦載機のテストを行うという長期計画が始められた。こうした第三帝国の試験設備は4つあり、これはそのうちの一つで、本部はデヒリンに置かれていた。この試験には、 模擬的な空母への発着艦を実行し、将来の空母搭乗員を訓練することが含まれていた。この滑走路には、グラーフ・チェッペリンの飛行艦板の輪郭線が塗装された。さらに、それから滑走路を横切って吊るされた、製動作の上を通り、艦板へ降着するシミュレーションが行われた。製動作は D マグ社によって製造された。 電気機械式制動装置に装着された。この試験は、ハインケル HE50、アラド AR195、そしてアラド AR197 の機体を使用して1938年3月から始められた。この後、ブレーメンのアトラスベルケが、さらに強力な制動ウィンチを供給し、フィーゼラーファイ167やユンカース1 8 7といった、より重量のある、 航空機が試験されるようになった。当初のいくらかの不具合の後、ドイツ空軍の操縦者たちは1800回の試行の、うち1500回の制動を伴う降着に成功した。トランフェ側の加工につながれた長さ20メートルの端けに空気式カタパルトを搭載し、これを用いて発進が練習された。ハインケル社設計のカタパルトは、ドイチェベルケ・キールによって製造され、 風の状況によっては、航空機を速度時速 145km に加速することができた。グラーフ・ツェッペリングと同じ方法を意図し、試験飛行機はまずクレーンによって折りたたみ可能な発進用トロリーの上に釣り上げられた。カタパルトの試験計画は1940年4月に開始され、また5月上旬までに36回の発進が実施された。 後の研究のために全てが注意部各文書化され、記録撮影された。17回は、アラド AR197、15回は回収された、ユンカース1 87バイトにより、また4回は、メッサーシミット BF109D を使用した。さらなる試験が続行され、6月までに、ドイツ空軍当局は、カタパルトシステムの性能に完全に満足していた。 BF-109T-1 の三面図、グラーフツェッペ臨ン航空母艦に期待された役割とは遠洋航行中の偵察用プラットフォームであり、またこの艦に当初計画されていた航空部隊にはこれが強調され反映されている。20機のフィーゼラーファイ167複用機は偵察トライ撃のためのもので、10機はメッサーシミット BF-109 戦闘機、また13機は ユンカース187級高下爆撃機とされた。あと、日本やイギリス、アメリカ合衆国の空母ドクトリンが純粋な偵察用途を離れ、攻撃的な戦闘任務へと移ったように、これは30機の BF-109 戦闘機と12機の187級高下爆撃機に変更された。1938年後期、ドイツ航空小技術局は、 メッサーシミット社のアウクスブルク設計局に対し、BF-109E 戦闘機の空母艦載機バージョンの計画を作成するよう求め、これは BF-109T と呼ばれることとされた。T はトレーガー、空母を示す。グランフツェッペリンの作業が4月に終わった時から1940年12月までに、ドイツ航空省では空母搭載用の BF-109T を7機のみ、完成させ、 そして、残余の機体は、陸上機型の T-2 として終了させることを決定した。そしてまた、この空母が近い将来に何らかの任務を得ることには、ほぼ見込みがないように思われた。グラーフツェッペリンの作業が停止された時、T-2 は、ノルウェーに配備された。1941年末、グラーフツェッペリンの完成について関心がよみがえった時、 生き残りの BF-109T-2 は最前線の任務から交代させられ、空母での任務にあたる可能性のため、これらの機体は再び準備についた。7機の T-2 が T-1 の基準に回収され、1942年5月19日にドイツ海軍へと上とされた。12月までに合計48機の BF-109T-2 が T-1 に回収された。 このうち46機は東プロイセンのピラウに配備され空母搭採用の予備機となっていた。しかし1943年2月までにグランフツェッペリンのすべての作業が中止され、そこで航空機は4月にドイツ空軍の任務に復帰した。フィーゼラー5167。量産前の機体12機のうちの第5機で試験飛行中に雲を背景としてバンクしている。 グラーフツェッペリンの作業が1940年5月に中止された時、完成した12機のファイ1 6 7 s は、さらなる操作上の審査を行う目的で、試験中隊167に組織された。2年後、空母の作業が1942年5月後半に再開された頃、ファイ1 6 7は、もはや意図した役割に、適切な機体と考えられておらず、技術局はこれを、 ユンカース 187D を回収した攻撃機バージョンと代替することに決定した。量産前の試作機体として10機の 187C-0 が製造され、レヒリン及びトラーフェミュンでの試験施設に送られた。ここで機体はカタパルト発進や飛行艦板への模擬硬着を含む広範な実用試験を受けた。170機の 187C-1 の発注のうち、 しかし数機のみが完成するに止まり、1943年2月のグラーフツェッペリンの作業中止によって全命令が取り消される結果となった。すでに製造された機体、また製造中の機体は1 8 7バイトから2に回収された。1942年初期にはすでに地中海における対艦作戦用として1 8 7 d の 攻撃機バージョンの開発作業が開始されていた。この時点では、グラーフツェッペリンが完成されるかもしれないとの可能性が再び現れていた。今やフィーゼラーファイ167は旧式であると考えられ、技術局はユンカース社に対し、187D-4 を雷爆撃と偵察の可能な艦載機として回収するよう求め、これは 187E-1 と呼ばれることとされた。 しかし1943年2月、グラーフ・ツェッペリンの今後の全作業は永久に終了し、すべての命令も取り消された。魚雷を搭載するよう回収された1 8 7 d のうち1機も実用されることはなかった。また1942年5月、グラーフ・ツェッペリンの作業が再開された時、古い BF-109T 艦上戦闘機は旧式であると考えられた。 1942年9月までには、新型戦闘機である ME155 の設計詳細が完成した。クラーフ・ツェッペリンが少なくとも、あと2年は任務に就く見込みがなくなった時、メッサー・シミット社は、非公式に戦闘機の設計計計画を棚上げするよう告げられた。この飛行機の関西機バージョンが試作されることはなかった。 グラーフツェッペリンの浸水日の4ヶ月前である1938年8月1日、ドイツ空軍では、流言島に最初の空母航空隊を開けたいし、トレーガーグルッペアイ186と呼称された。この部隊は三個中隊から構成され、空母2隻が完成した際には任務に従事することになっていた。しかし10月には、造船所での建造遅延により、 いつ二隻の空母が海上公民の準備に入れるのかという疑いが与えられ、航空隊が大きすぎ、維持費用が高くつくと考えられたことから解体の結果に終わった。代わりに、同年11月1日、一個戦闘機中隊が編成され、6、186として、ハイン・リッヒ・ゼイリガー大佐の指揮下に置かれた。後に一個爆撃機中隊が加えられ、 187バイトを装備する4-186としてブレットナー大佐の指揮下に置かれた。6ヶ月後の1939年7月、第2の戦闘機中隊5-186が編成されて、ゲルハルトカドゥ中尉の指揮下につき6-186のパイロットが幾人か機関要員として選抜された。8月までに3個中隊がトレーガーグルッペイ2 186として再編成され、バルター・ハーゲン少佐の指揮下に置かれた。この時、グラーフ・ツェッペリンは1940年の夏までに実用試験の準備を終えるものと想定されていた。1941年中頃、シュテティンに停泊するグラーフ・ツェッペリン。回収された、アトランティック・バウ、幹の15センチメートル方用の砲角開口部、折りたたみ式のマスト、 飛行甲板には2機のカタパルト機場の終端部分などが確認できる。ドイツ海軍の2隻の航空母艦は当初から断続的に建造された。理由は溶接工の不足と資材の入手が遅れたことによる。空母 A は1936年に作業が開始された。この艦は同年12月28日に寄港し、1938年12月8日に浸水した。 1940年4月の時点で、艦は未完成であり、この時の戦略的な情勢の変化によって、艦の建造作業は中止されるに至った。しかし1942年の春、現代の海上戦における空母艦載機の有用性が十分に示された。1942年5月13日にヒトラーの許可が下り、ドイツ海軍最高司令部は、 空母の作業再開を命じた。技術的な問題、例えば空母での運用のために特別に設計された、より新型の航空機の需要や近代化改修の必要性から進行は遅延した。ドイツの海軍幹部は1943年8月までに、こうした変更がすべて完成されることを期待した。また、空母の初の海上公務は、同年8月に行われる予定だった。 しかし1943年1月下旬にはヒトラーがドイツ海軍を強く見放しており、特に彼は海上艦隊の貧弱な性能を認めたため、彼は全大型艦艇を任務から引き下げて解体を命じた。1943年2月2日、空母の建造作業は永久に停止された。グラーフ・ツェッペリンは次の2年間をバルト海の各所の港で無意に過ごした。 1945年4月25日、ソ連赤軍が侵攻するより先にこの艦は、シュケチ,チンで自陳した。艦は、その後ソ連の手で扶養し、射撃訓練用に使われて1947年に沈んだ。2006年、ポーランドの研究家により、ヘル半島の端部に位置するブワディスワボブ沖合のバルト海で艦の残骸が発見された。1938年、 この艦を建造する契約が、キールにあるフリードリッヒクルップゲルマニアベルフトと結ばれ、浸水日は1940年7月1日と予定された。空母 B の作業開始は1938年だった。ものの、1939年9月19日に中断された。この理由は、今やドイツがイギリス及びフランスと戦争を行い、優先順位が U ボートの建造に移ったことによる、船体部分は走行甲,甲板まで完成しており、造船台の上で1940年2月28日まで放置された。この時点で、レーダー提督はこの艦を解体、廃棄するよう命令した。スクラップ作業は4ヶ月後に完了した。ドイツ海軍では決して浸水前の艦艇に名前を与えておらず、そのためこの艦には、ただ、 B という故障のみが与えられた。A はこれ以前に浸水したグラーフ・ツェッペリンのものである。完成した場合、この航空母艦は第一次世界大戦時にドイツ海軍の飛行船部隊を指揮したベーター・シュトラッサーにちなんで名付けられることになっていた。1937年、ドイツ海軍ではグラーフ・ツェッペリン級航空母艦の2隻の追加建造を計画し、公式な故障は C および D とされた。これらの空母は両方とも1943年の実用化が予定された。しかし1938年の末には、こうした空母のうち2隻のみが建造されるよう計画が変更された。加えて、どんな追加部隊であれ、それらはより小型の空母とされた。ありがとうございます。